どうもおはようございます。中野敦です。それでは最初の動画を撮りたいと思います。最初は昨日のライブ配信について話したいと思います。昨日、久しぶりに7時間ぐらいライブ配信したけど、まあちょっと疲れたかな。まあ正確には6時間57分ぐらいやけど、まあほぼ7時間。まあ少しだけ、疲れてるけど、まあなんとか、その休憩を多く挟みながら、乗り切りました。そして、ロト6とロト7、最終確認してんけど、ロト6は一口目、10番台3つ予想してて、20番台なし。そして、2口目は結構均等に予想してる感じかな。続いて、ロト7か。ロト7はかなりその偏ってんねんけど、一口目が、10番台3つ、2口目、あ、違うわ。一口目が20番台4つやな。20番台4つ予想してて、2口目は1桁3つ。だからかなりその数字が偏ってんねんけど、ロト7明日購入、しようかなって思います。まあ久しぶりに。前回20番台が多かったから、また20番台多く出るんじゃないかなと思って、一口目は20番台多く、予想したけど、だから20番台が多く出たら可能性がある。一口目は。まあ出ない可能性もかなりあんねんけど、まあとりあえずもうこのままでいきたいと思います。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。